方針であるってことです。で、基本的に歯3回変えたら、メーカーのあれによるけどね、ガイドバーとこれ交換になるね、大体。それでグリスアップの目的はその摩擦をっていうのと、まあゴミがある範囲でね、まあ、こうゴミを押し出して新しいグリスを入れるっていう意味があるから、クリーニングも兼ねてグリスアップをしてるよってことです。で、ものによってはこのガイドバーにもある人もいると思う、うん、だからそこは定期的なグリスアップをしてくださいよということですね。で、まず毎日やるのは裏返す、どっち使っても同じなので、使うたびに毎朝エアフィルターの掃除とともにやってくれればいい。で、ゴミとかたまるからこういうとこの掃除をする。で、まあ、スプロケットさっき言った、何だっけ、グリスアップできるやつはグリスアップをする。で、曲げ、よく曲がったとかね、曲がってる、曲がってないなっていうふうに曲がりの確認なんかも。まず歯の大きさ、一番ちっちゃい歯を探すのから始まる、うんうんうん、でそいつを研いでそれに合わせるのが一応基本的に。大きさを揃えるのをね、二の次にしちゃってる人が多いので、うんうん、大きさを揃えるっていうのが基本的。形を整えて、刃先はこれね、ここにメッキをしてある。このメッキが鋼と同じ硬いやつだ。だから目立てするときはこの黒いとこいくら擦っても意味はない。で、チェーンソーの場合は切削角っつうと60度にしたで、上の刃も横、上刃と横刃あるじゃんね、これ両方同じで、ここも60度、こっちも60度にした。ひたすら切れるんだったらもっと薄い刃を作ればひたすら切れる、ただ刃の持ちが悪くなるので、一番大体一番オーソドックスがいいよっていうのはこの60度、ヤスリをこの5分の1上出して、これを30度ずらしたところをまっすぐに。でヤスリっていう、まあヤスも刃物だとしたら押すものだから、ギコギコやるんじゃなくてギュッギュッと。極端に言うとこんななっちゃうのも悪いし、こんななっちゃうのも悪いし、とにかくピタッとくっつけてまっすぐピッて押すっていうのがチェーンソーの目立てだよと。チェーンソーの場合は大体刃を固定する、ために固定をするためにバイスだったりが必要になりますよと。手元が上がっちゃったり下がっちゃったりしないように、うん、あったヤスリでピッてやるのが一番いいよということで、まあそれがスタンダード。両手で研がないと納得いく目立てができない。逆にするの？今度やってみようか。挟み込むやつあるじゃないですか、赤い。あれってここまで入っちゃうから、長いスパン使えないから、差し込むタイプ。なるほどね。そうすると1回のストロークでかなりいけます。